はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。なかなかすぐにお返事を返せてないことが多いんですけれども、本当に一日電池が切れるみたいにポテってなってしまうもんですから、本当に申し訳ありません。ぼちぼちお返事返していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日も草切りです。もう一面草だらけですね。今日は先日の続きの自分とこのカボス畑、家の上にあるんですけれどもね、自分とこのカボス畑の下草を刈っていきたいと思います。やっぱりかなり古きのカボスで大きいのでですね、まあ新規のものとは違ってそんなにこう手入れしなくても、まあ、カボスはそれなりになってくれるんですけれども、まあ、それでもやっぱりね、やっぱ植物野菜もそうですけど、やっぱり手をかける、そこに足を運ぶ、そしてやっぱり植物と対話をする、そういったことがいい作物を作っていくんじゃないかなと思います。ということで今日も作業を始めていきたいと思います。
ょっと木陰に入ると少し風が吹いていい感じですけどね。やっぱ暑くなりましたね。一応カボスの、株元ですよね、根っこのところら辺の周辺はある程度買ったんですけど、実はさらに奥にですね、一本みかんカボスがあるんですよ。このみかんカボス、ちょっと見たら花がついてないみたいなので、今年はなんか一昨年そうだったみたいに全くならない年かなっていう感じなんですけれども、とりあえず株元だけやっておきたいと思います。でもひとまずちょっと水でも飲んで休憩しましょう。本当に株元だけしました。ちょうどこのみかんカボスですね、あまり日当たりも良くなくて、しかもちょっと傾斜斜めのところに立ってるんですよ。だからもう株元するのにも周りが結構広くて、しかも一山ほぼほぼシャガだらけになってて、結構シャガって丈夫なんですよね。花咲くとき綺麗なんですけども、花を割って葉っぱだけがもう勢いよく立ってるんですよ。だからちょっと今日は周りのシャガを少し買ったぐらいにはなりましたけれども、もうこれぐらいにしとかないと一山狩ることになりそうなんで、今日はこれぐらいにしたいと思います。結構長い時間頑張りました。そうですね、まだまだみかんカボス花もついてないし、なんか実がなってるような形跡もあまりないんですが、カボスはですね、もともとが緑なので、なんて言うんでしょう、葉っぱに紛れて実がなついてたとしてもちょっと分かりづらいんですよね。だからもうちょっと大きくならないと実がついてるかどうか確認できませんけど、どうやら今年も不作みたい、みかんカボス期待できないですね。ということで、最後までのご視聴本当にありがとうございました。また草切りは多分10月ぐらいまで、シーズン的には続くとは思うんですけれども、全国草刈りをやらなければいけない土地を持っているとか、農家の皆様、田舎地域に住んでいる皆様、熱中症にやられないようにお互いに頑張りましょう。ではまた次回の豊玉散歩でお会いいたしましょう。バイバーイ。